い、それでは今回はですね、お使い頼まれているのでね、それをやっていこうと思います。ここでいいのかな。あ、マスクバロ方面、あれちょっと待って、どこ行かなきゃいけなかったんだっけ。こっちじゃないな。ターフォロー、盾を取りに行かないといけなかったんだよね。こんにちは。ここじゃないな。朝このおっさんに聞こう。ちょっと忘れちゃったわ。エドバルド、エドバルドの盾を、俺に近づくんじゃない。ヒゲ、ごめんなさい。あ、こっちかな。あ、帰らずの森。いや、レベル48、やばい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 、ここじゃない。いや、行けるところといえば、あ、この人か、うん、よいしょ。この人が買い取ればいいの。あ、あった、あるじゃないか、エドバードの盾。あ、よし。エドバードの盾とフルチズを交換する。オッケー、買えましたね。8000円か、ちょっと高かったけど、まあいっか。はい、ああ、おっと、またお嬢ちゃんかい。え、さ、約束の品よ、おじさん。まさか、 これはこの刻印、この重量感、そして何よりこの無数の傷跡、間違いない本物だ。おお、ありがとうよ、約束通りこのフルチーズと交換だ。あ、ありがとうございます。それにしてもこれをお嬢ちゃんが手に入れるとはな。えへへへ、まあね、私も商人だから。でも8000で買えましたよ。うん、たまげた、こいつは将来大物になるぞ。大物になる理由がすごい薄いような気がするんだが、気のせいでしょうか。あ、こいつからは盗めないのね。ち、なんかエドバルドの盾ゲットできるかなって思ったんだけど。90%いける。数年前から商人として働き出した男性、以前は転職に就かず遊びほうけていたが、亡くなった祖父の倉庫で様々な物品を見つけ、それを売って生計を立てることを思いついた。そのため目利きの技術はないに等しい。ダメなやつだな。酒場にね、いたんですよ。レオさん、地図持ってきたぞ。うん、はい、これご友人のフルチズです。驚いたな、手に入れてきてくれたのかい。余計なお世話かもだけど。へ、ちょうどあいつを思い出してたとこだ。あの、その地図本当にいらなかったんですか。だって地図を眺めるレオンさんの目がなんだか悲しそうで、私気になって持ってきちゃいました。やれ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 、そうかい。よし、レニーと言っちゃなんだが、嬢ちゃんに話してやろう。俺とあいつの昔話を。あ、まだ海賊やってた頃ですね。バルタザールはガキの頃から一緒になり上がった海賊だった。あらわしのバルタザール、海蛇のレオン、かつて二つの海賊団は大海に名をとどろかせていた。船長、レオン船長、引き返しましょう、もう船が持ちません。バミヤダトライアングルですかね。バカ言っちゃいけねえ、やつより先に島に着くんだ。ワンピースを求めてな。負けたらお宝はなしだぞ、しっかり舵を取りな、てめえら。
証明。俺の勝ちだ、レオン。あ、彼がバルタザールか。そうらしいな、バルタザール。ガキの頃からよく船で競争したもんだが。ねえ、クソ、腹立つぜ。悪いが、この島のお宝はこのバルタザールがいただく。ふん、勝負に勝ったんだ、好きにしな。お互いでかくなったもんだな。貧民街で生まれた俺たちは必死で成り上がった。でかくなることだけ夢見て略奪を繰り返してきた。ああ、強い者が弱い者から奪う、それが世の常識だぜ。変わらないな、お前は。なん、お前は変わっちまったのか。さあな。ボルタザールはいつも遠くを見ている男だった。どこか手が届きもしないような遠くを。それからしばらくの時が過ぎ。なあ、レオン。俺は別にな、海賊になんかなりたくなかった。本当に？なんだと？本当は商売人になりたかったんだ。あ、それで商人に変え、あの、転校したのかな、レオンさん。お前がか？何の冗談だそりゃ。笑うなよ。ガキの頃は俺にも夢があったんだ。世界中のお宝を売買して人と人とをつなぐって夢はな、海賊やってるうちにすっかり忘れちまってたが、近頃レオン、いつだったか話したよ。お前の宝物は見つかったか？いいね、クジラも溺れるような大嵐だ。いい天気だね。レオン、一勝負しないか？あの島に先に着いた方が勝ちだ。俺が負けたらあの宝石をくれてやる。お前が欲しがっていたあの宝石をな。探せ、一つ残らずあそこに置いてきたってね、ゴールドロジャー。ほう、悪くない話だ。で、お前が勝ったらどうするんだ？俺が勝ったら、お前の宝物をも、一番大切なものだ。面白い。それが最後の勝負になった。ボルタザールは嵐から帰らなかった。数日後、島の沖合でボロボロになった船が見つかった。ボルタザールは勝負に勝っていたんだ。このフル地図は最後の勝負でバルタザールがかけた宝石の場所を記している。秘跡エルドライト。エルドライト、世界に二つとない石さ。あでな、あいつの収集物の中でも一番のレア物だった。だが俺には手にする資格がないのさ、勝負に負けたんだからな。レオンさん、だから
地図も手に入れようとしなかったんですね。勝負に負けたからな。そういうことだ。この地図は嬢ちゃんのものだ。どう使うかは自由だ。探しに行っちゃう？どう使うかは自由か。レオンさんだってきっと友人のお宝が手に入れば喜ぶはず。それに大海賊のお宝なんて私も見てみたい。よし。あ、行くんですか。はい、町の南西出口から忘れ去られた洞窟に向かう。ドレサ君、遺跡エルドライトか。してるの、サイラス先生。ああ、海の瞳と呼ばれ、どんな美女の瞳より美しい宝石と本で読んだが、私も実際に目にしたことはない。覗き込むと中に海が見えるという伝説でも知られている。宝石の中に海、魚とか泳いでるの？はあ、もしそんな驚きだがね。存在は語られていても誰も手にしたことのない宝石。海賊たちが血まなこになるわけさ。いや、誰もが欲しがるだろう。うんうん、風やる気出てきた。待ってろ、エルドライト。なるほど。じゃあセーブしてから行きましょう。はい。さて、こっちですね。忘れ去られた洞窟への道。レベル33いけるかな。よし、こっちもいける。お宝ください。あった。よし、さて本日の初戦闘開店ね。オノか。テリオン大丈夫かな。あ、でも剣が効くか。剣が効くから。サラ先生、ここ森だからなんか炎に弱そうなやつがそんな気がする。よっしゃ、おんしゃ、いいぞいいぞいいぞ。おお、行きましょう。するか。トレサの HP がね、ちょっと気になるところですね。槍がある。オッケー。行くぞ。あ。前回のさ、ちょっとミゲルみたいな戦い嫌だよな。マジであいつ強かったもんな、ミゲル。こいつはもう赤だ。火炎よ。おやすみ。強。授業はこれで終わりだ。エス。前回のミゲル戦はね、マジでね、ちょっとトラウマものなので、マジで。で、セーブポイントだ。まだ時間あるもんね。今回ね、ここのあの忘れ去られた洞窟をやっていこうと思います。さあ、中に入ります。レベル34か。お、2050円。なんかさ、なんだろう、ダンジョンが難しくなればなるほど、なんかトレサめっちゃお金持ってきてくれるんだけど、助かる。怖っ。このゲームあんまりね、金策困らないのはいいところですね。こっちはいけない。じゃあ下しかない。洞窟の中は、あー、頭蓋骨か。なかなか考えが、何が弱いかな。氷乱よ。これは、お、火だ。おーし、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 これ効く。あー、行きましょう。回復してこう。え、ダガーが効く。オッケー。いくよ。これさね、全体攻撃がなんかちょっとさ、気になるんだけどさ、傭兵呼び、あ、お金お金によってなんか
呼び出すやつ違うんだ。へえ、どうしよう。じゃあ山賊らへんやってみますか。あ、みんな全体攻撃、あ、全体攻撃なんだ、強いね。じゃあちょっと800円使って山賊を呼ぶ。ぶった切り、あーあーって感じやな。へえ、面白いな。よしよし、さて、面白いな。氷乱よ、3万でどれぐらい強いやつが来るのか分かんないけどさ、合格点だよ。ちょっとなんかボス戦とかで使ってみたいですね。あ、セーブだ。え、早くない？え、あそこになんか高い枠あるんだけど、あれ取れるかな。行ける道といけない道がどこなのか、ちょっと未だにちょっと分かんなかったりする。よし、ザクロ拡大。あそこの高い箱取りたいけどな。とりあえず先行くかい。お、ティリオンさん開けてください。スリッチハンマー、おお。はい、では奥のところまでやってきました。お、なんか宝物あるんだけど。ほりほり。わあ、見つかった。俺は誰だ、あなたは。く、来る。あ、なんかかわいい。トラン毒を帯びているようだ。マジか。素早い動きでこちらを警戒している。やば。火炎よ、焼き尽くせ。よしよしよし。だが効きます？マジックスピンだ。あ、効かない。何が効くんだ。頑張ります。ちょっと透明魔法で見えなくて。お、光も効く。なるほど。弓は？あ、弓も効く。オッケー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 。お、これでブレイクいけるぞ。火炎よ、はいはい、オッケー。普通こっちは、あ、これも効かないか。オッケーオッケー。あ、まだ早いか。え、ちょっとさ、これ傭兵呼びやってみたいんだよな。これ属性わかんないからな、微妙かもしんないけど、ちょっと戦闘で一回使ってみたい。よし、あ、あ、間違えた。じゃーい、やべー、間違えた。ガンプ、もういっか。行きます。はい、聖火の光、よいしょ。輝きたまえ。覚悟。黒コロモに、まいか。マジックスピード、これだが、オッケー。さて、集中していこう。行くぞ。あ、4000超え、やば。ちょっと一回使ってみるか、傭兵呼び。あ、でもなんかもったいないかな、どうだろう。それだったらなんか通常攻撃で削るときにやってった方がいいのか。ちょっと、マイカ、一回使ってみよう。踊り子、行け。おお。守りを固めて、薙ぎ払い。ナイス。さて、どうしようか。よいしょ、次8ターンか。焼き尽くせ。6、負けません。やばいな、テリオンが。でもとりあえず削っていった方がいいかな。あ、死んだらやだな。とりあえず削る。テリオンは自分で回復をお願いします。よいしょ、よし、そのうち毒は消してやるからよ。私の番。よいしょ。毒消し、毒消し。よいしょ。OK。やばい、これ2ターン攻撃来るな。どうしよう、なんかミゲル並みにめっちゃやべえやつだったら戦う。よしよしよし。や、次でブレイクするかね。おお、危ねえ。
るかな。ここはちょっと意地でもブレイクだな。でトレサ死ぬかなこれ。よいしょ、やばいやばいやばい。 HP 回復。ほらよ、よし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 。どうしよう。ビビバサするか。サイラスに全てをかける。よし。で、いてててててて。頑張ります。回復。傷を癒したまえ。あ、いや、攻められるときにね、攻められてないのが本当いけないと思う私。はい。焼く。何が来る？わあ、次銃。いてててててて。わあ、みんな毒ってるよ。毒毒毒毒毒毒。よし、オフィーヤは回復してほしいな。大回復。よし。なかなか考えがいがあるね。あ、でももう半分削ってるじゃん。トラちゃん。オッケーオッケー。いやー。オフィーニアの毒治療をして。ほらよ、さてやばい、サイラス以外も早く攻撃させたい。いけ、ズンズン。あ、やばい、今度 SP がやばい、ない。いやー、 SP BP にも呼び出した。どういうこと、どういうこと、どういうこと、どういうこと。あ、でもこれね、ちょっと攻撃いけるかな。で、アイテム使っていこう。精霊石使ってった方がいいな、これはな。特大、どんぐらい効きます？特大で。お、いいね、3509。さあ、どうする？よいしょ。通常攻撃で早くブレイクさせてしまおう。はい、大回復。よし。で、サイラス。どんどん。あと4か。いくぞ。精霊石まんべんなく使っていくか。光の精霊石。あ、もう悪魔で来てる。いいぞいいぞいいぞ。あと3。うくずめ、いや、負けません。いや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 。これを。とりあえず死んだら困る。これ着ない尻尾、尻尾攻撃。よいしょ。火炎よ、焼き尽くせ。よし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 。
で、トリュさんこれでブレイクだ。いけ、オッケー。あー辛そう、ごめんよ。傭兵呼び行くか。新刊1万円、1万円でどんぐらいやってくれるか。いけ。おおおお、あーくそー復活のオリーブ上げて上げて、行くぞ。鬼火2014。さて本気を出そうか。これで焼き払ってくれ。殺処分。あーやったー。おー、まあ、ミゲルがめっちゃ強かったな。そう思うとよかった。殺処分しました。これがバルタザールさんが地図に記した宝物。ああ、なんて綺麗なの。あ、もう一つ何か入ってる。これは手紙かな。そっか、レオンさんに宛てたものかな。一緒に届けてあげよう。お、エルドライトとバルタザールの手紙をゲットしました。よし、ということで、じゃあ今回ここで終わりにしておこうと思います。いや、強かったぜ的な。じゃあ次回はちょっとね、レオンさんとお話しするところからやっていきましょう。ちょっと回復しよう。よし、では今回はここまでです。ご視聴いただきありがとうございました。